しさゆるくだサヤリンファイライワダピンダオ、今ウーバーの中にいるんですけれども、今回はですね、桃園市政府観光局さん、桃園市政府观光局とのコラボ企画ということで、台湾の桃園市というところに来ております。国際空港を利用された方はきっと多いと思うんですけれども、じゃあ桃園って観光どんなところがあるの、多分知ってる人はそんなにいないんじゃないかなと思います。そこで桃園の新しい魅力を発掘しよう、女子旅ということで、この方をゲストにお迎えしております。はい、こんにちは、すみです。お久しぶりです。どうもどうも、レッツゴー。柠檬，还有这个芳香万寿菊，然后还有薄荷。Before I'm too invested, I should probably ask you, ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? Before I'm too invested, you should take it easy. Maybe we could test this. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see. Bye bye. 私はラーです。どうぞよろしくお願いします。皆さん一緒に盛り上がりましょう。
で今回のサイログでは台湾桃園、桃園、ダーシーを巡るすみちゃんとの女子旅ということでお届けしましたが、すみちゃん今回いかがでしたでしょうか。いやなんか桃園のイメージがちょっと本当に変わって、本当変わった。もうなんか空港だけじゃないっていう、全然、あとなんかこう日本とのつながりもね、すごく古い街並みだったりとか、うん、歴史も感じられたので、本当にこれ絶対もう一回私は来たいです、ね、私ももう一回絶対来たいです、うん、アンコール。今回の旅の情報はこの動画の概要欄に貼ってありますので、皆さんよろしければぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、ただじゃあ、シャシジャロー、バイバーイ。